次つまようじを使って固定磁加減する場合は、この浮きゴムにこのつまようじの先端ですね、先端を反対から浮きゴムを入れて、まあここ道と通ってると考えてくださいね。で、固定場合になってますんで、だいたい浮きサイズ合うようになってます。でここに刺すだけで、それでも固定磁加減になります。